ケンツさんのおかげで藤井風さんという最高のアーティストに出会いました。ありがとうございます。ライブ最高だった。いや藤井風さんいいよな。昔の俺ピアノ弾いてる時からめっちゃ好きで、あの丸の内サディスティック引き逃げってやつがあるんだけどめっちゃ好きで、もう最近だと一番好きな曲はやっぱキガリ、でなんなんとかも好きだけど特にないとかも好きですね。いや藤井風さんでめちゃめちゃいいんで、よかったら皆さん聞いてみてください。ヘイヨーケンツメッシュです。今日ねくらやってくるんですけど、皆さんちょっとね2日ほど動画をお休みしていました。その理由はですね、もろもろの仕事があったのとプラス残りの時間を全部トロ上げに使っていました。結果皆さん8000展開行くことができました。なんとかね、あの3桁以内に行けたので良かったかなといった部分で、ひとまず気持ちとしては一安心。今シーズンのね最低ラインの目標とはしていたのでなんとか行けましたといったところで、今日は、このねドリルデッキを使ったんですけども、まあ下方修正される方がいっぱい入ってるんでね強いんですけども、なかなかねこれ実は使い方ね癖があって、それを習得するのに時間がかかったって感じで、7300ぐらいまでトロ落ちたんかな。一回スパーキーで7800ぐらいまで上がって5日前ぐらいに、まあいけるっしょってなってたんだけど、あのめっちゃ沼って73ぐらいまで行って、どうしよう首つるみたいな話になったんだけど、なんとか1日で戻しました。700トロフィー盛り上げて8000に行ったんで、まあこれでね、気持ち落ち着いたんで、また今日からねトロ上げして、できるだけねベストを目指していこうかなと思うんですけども、今日はこの中で特に良かったっていう試合のリプレイ2本と、展開到達んリプレイ1本と展開到達の瞬間と、あとは最後に生マルチしようかなと思っています。みんなこれ見て、あのクラロワリーグ、勝手にクラロワリーグ同窓会っていうのがあったんですけども、その時に二次会っつって、あのみんなでね語りながらマルチとかしてたんですけど、まあこんな感じではい、してて、まあ、この時の俺まだ元気じゃないですか。で、トラゲシみんな8000ぐらいでやったりしてたんですけど、焼き鳥とかでも7700ぐらいから上げてたんかな。そうやってたんですけど、これが多分絶賛やってる時なんですよね。みかんさんとかめっちゃ集中してマルチやったりしてたり、KK とかやったり、麦は感染したりかな。やってたんですけど、見てこの右上の剣詰めし。あれみんなで楽しくトラゲしてるはずなのに、沼ってゴレクロ使ってて、もう顔が曇ってんだよね。これが皆さん700沼じゃないな。400沼かな。400沼した時の、剣詰め師の様子です。マジ辛かったわ。楽しい二次会が、俺だけちょっと悲しかったもんな。いや、何はともあれね、展開いけたんでよかったです。まあ、先に展開到達の動画から見ようか。さあ、こちらがね、展開昇格戦の試合なんですけども、あの、ミグダムの方にね、まあ、喋りながらっていうのが載ってるんで、そこで見てくれたらいいかなと思うんですけども、相手がね、みかんバルーンみたいな感じかな。こう、施設なしの、ランバーバルーンみたいな感じで、まあ、結果としては、相性いいと思うんすよ。ただ、最初、形がわからなかったのと、バルーン、ランバー、バルーンコウモリみたいな形がすごいきつくてですね。はい、あと俺、バルーンに対してのテスラを置くのめっちゃ苦手って致命的なこういうとこも、これコウモリでルート強制ですね、相手うまい。これは多分避けられたんかな。うん。今のコウモリのルート強制でしっかりとテスラから避けられる動きをされちゃいましたね。まあ言うて一発で共有できたんでよかったんですけど、まあバルーン相手はね、バルーン、なんかタワーの HP 1000ぐらいだったら、まあディガー型じゃなければ、守ってからいけるんでよかったかなと思います。いや、ただね、この、なんだろう、バルーンコウモリされると、ファイスピーテスラ必須だったり、まあテスラから入って、ドリルで防衛ももちろんなんですけど、意外とね、その手札を整えるすごい難しくて、まあ緊張もあったけど、この試合は、なんかめっちゃうまいってわけではないですね。うん。この後に、めちゃうまいプレイ1本乗せて、ちょっとね、その後ね、生マルチ。ちょっと勝てるかわかんないですけど、やっていこうかなと思ってます。はい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 。で、相手の陸受けがこれ、薄いんで、もうぶっ破したら基本的にはタワー折れるって感じですね。まあなんで、それに気づくのは途中からといったところでございます。いや、マジで、ね、その生放送の方でも喋ってたんだけど、きつかったよ、本当に今シーズン。なんか、デッキ、まず迷走してたのもあって、このゴブドリデッキ強いんよね。うん。強いって言われて、なんでポイズンかっていうと、スケラに勝てるようにするのと、あとまあ普通にドリル対面で削りになるって部分と、これもテスラなんかもう変な位置にやって、コウモリとかにやられるよりも一発強みたいな感じですね。はい。痛えなっつって。ここら辺でもう、ん?みたいな。
まずくねみたいな。まあ前プリ警戒しつつ、はいはいはい、警戒できてないね、痛いねとにかく痛いね。ただ相手の陸受けが薄いことにここで気づいてぶっぱって感じですね。こんな感じで、でこうすることによってもうなんか割と有利というか、うん、相手もあの226は絶対追わないといけないんで追ってきて、まあ、こうなればこうめっちゃ有利な状況でね一時ポカになるんで、まあ、よかったかなと。まあバルン相手ね、意外とファルチャバルーンとかも今多いんだけど、大事っすね。許容めっちゃ大事で、バルーン一発もらう代わりに両性陸受け組んで、あの陸の攻めの形組んでみたいな感じですね。あとポイズンあるとゴレクロと、あと一応、ゴレに対してゴレタクに対してもちょっと有利って感じですね。うん、まあ呪文はファイアーボールかポイズンは絶対入れたくて、一応トルネ型もあるんですけどこのデッキ、まあ、基本的にはうんあれかなって感じ。まあこんな感じで、テスラとトリグとかで基本的にはバルをね受けたりキング起動していくんですけど、最後ポイズンでキング起動じゃねえわ、とどめを刺してなんとか展開到達と。まあいけてよかったね。やっぱ今でも昇格戦は緊張するよ俺も。さあ、まあ三重子でも見ていこうかな。今ね三重子デッキがすごい強くて、エリポンの三重子のやつ、まあ、トモヤっていう方がね三重子めっちゃうまくて YouTube 上げてるんで、まあ、詳しい三重子だけを見たい方はそこ見たらいいんですけど、まあ、一応ね今日壊れたシリーズコウモリ編と、あともう一個その三重子が強いよ動画とか出そうかなと思ってて、もう新シーズンのねもう撮る動画はねめっちゃ決まってて、このデッキ強いだろうな、このデッキ強いだろうなとかっての決まってて、まあこのゴブトリデッキはもう来シーズンは前ないかな。一応ポイズンに遅延がつくんですけど、だからポイズンねやっぱまだ強いんだよね別に言うて普通に。そうだからねポイズンに遅延つくとねやべえ気しかしねえんだよな本当に。三重子相手はこのデッキね、三重子に強くて、まずロイジャイに強い。まあロイジャイは6対4ぐらいで6有利ぐらいかな。で、エレジャイにも強くて、ただエレジャイに強いんだけど、エレジャイ相手のね、立ち回り苦手なんだよな。アド取られてインドラクから踏まれると結構苦しいし、まあちょっとそこはね、要練習なんですけども。で、まあゴレにも強い、ゴレクロもいける、まあ今、ロイジャイと、エレジャイと、ゴブリンドリューの使用率、ゴブリンドリューだと30種の使用率が高いんで、まあ、そこに勝てるってのがでかいですね。あとは、バルキリー型のドリルデッキには、なんかちょっと相性いいというか、まあ、結構勝てるイメージはありますね。で、今回この展開コレタ一つの理由としては、ドリルミラー対決基本ほぼ勝ってるんですよ。そう。なんかね、ドリルミラー対決って、まあ、ちょっとコツがあるんですけど、まあ、それを見つけれて、ちょっと自分のものにできたって部分で、勝っていけたのがね、すごいでかかったなっていう気はしますね。で、あと、きついデッキは何って言われるんですけど、あとクロスボウはね、基本的にきつい。ただ、毎回ね、あとね、ポイズン一発圏内までは持ってくんだけど、やっぱ最後の最後で、クロスに、あれかな、タワーおられちゃう気するな。このデッキ強いのがね、エリババをね、簡単に受けられることっすね。で、あとはまあポイズンあったりとかで、まあ、ドリグで、三重子側がね、ゴースト以外では受けるカードがあんまないんで、ドリグ飛ばして、で、このドリグと、この前のユーノとかで、このゴーストのタゲとか取ったりすると、相手アイゴレオリババとか使ったりするんですよね。このデッキは、ドリグで攻めて、ボンバーで全回収っていうプランがめちゃめちゃ強いんですね。うん。それがとにかく強いね。今、ゴーストのところをダクプリンにした形とか、まあ、ポイズンをトリネにした形とかがあるんですけど、まあ、この形でいこうかなと思ってますね。うん。本当に。だから、このデッキで残りトラゲしようかなって。割とね、ちょっとね、自信あるって言って上がんなかったらね、どうしようって感じなんですけど、もう、沼が長すぎて、そこ抜けるために、停滞沼ももちろんあったんで、7700、7800ぐらいで。そこを抜けるために、割とそのドリルの PS、うん、ちょっと透け囲みとかね、ちょっと甘みなんですけど、ドリルデッキのちょっとね、コツを掴んだんで、熱いっすね。このデッキ PS イランみたいなね、こう、まあ、いう猛者の方もいるかもしれないですけど、イランは嘘っすね。なんか、どっちかというと、ミスなく、このスケルトンな、敵でしたね。めっちゃ痛かったの、この三重子。マスケか。まあでも三重子デッキって、その、ね、ディガーとか入ってなければ呪文も入ってないんで、まあ、552は実質5万と体力一緒っすね。守ってさえしまえば。
そう、このデッキはなんかミスせず完璧に立ち回ったらまあ勝てますよデッキみたいな感じ。そう、まあクロスとかゾロリアンきついし、まあラバもねワンチャン勝てるんですよ。きついけどワンチャンは本当にあるっていう感じのデッキかな。そうだから、こういうなんか三重子の両サイ攻めとかもうまく自分のカードを使ってで攻める量も適切にしてって感じですね。でなんとか勝っていくみたいな、うん、デッキなんで、その初心者におすすめとかではないですね。もちろん使い方分かったら強いんだけど、それまでがすごい大変なイメージだったかな、使ってみたところ。だから最初だからドリグデッキ使えなくて、このデッキ使ったんだけど強いって言われてたから全然使えなくて、どうしようみたいな感じだったんや、うん、けどなんとか習得できたんでよかった。だからそのドリグ使えなかったからこのデッキを使う選択肢っていうのがなかったんですよ。でこういう感じでエギババ前面にもボンバーとバイスピとかで守ることができると。はい、使ってみてる人だったら分かると思うんだけど、攻めすぎるとね本当にカウンターで積むんすよね。それが結構ねこの時は使う点で苦しいですまああとのいろんなリプレイをね生放送で使ったりしてるのがあるんで、ぜひねそちらは右側の方で見てください。ということでじゃあ行きますかちょみんな見て、一戦さ負けちゃってなんかちょっともさすがに偽もできん、ミスプレイしちゃったから戻そうとしたら7999になっちゃった。行くわこっから。まあ、実質展開のままあるでしょ、これは。1ぐらい負けてくれよ。よろしく、5レ来ちゃいましたね。ドリグぐらい行きましょう。ドリグ出してあげて。スケで処理しようかな。スケで処理。ボンバー出してあげて。テスラから行きましょう。よし、危ない。いやー、エリババ型か。エリババ型なちょっと怖いんすよね。ヤナメもあるから、ボンバーもあれだし。みたいな。これランバー来る可能性あるから、トリグスが飛ばすと。こっから入ってあげて。ボンバー来るか。どうしよっかな。ボンバーどうせ腐るから切った方がいいな。言うの行きましょう。でランバー出させてエレキ。痛えな、うまいな、痛え。ただ相手はもうこれであれがないんで、バナあれが。どうしようかな。ドリル飛ばしてみよう。
オッケー、よし、あぶねーって感じの、デッキになっております。まあこれで33もらったんで、まあ実質展開のままるといったところでいいでしょう。あー、5回って難しかったけど、まあ今みたいな感じでちょっとね黙り込んじゃったんですけど、まああんな感じの立ち回りがちょっと必要というかね、こう矢の雨相手にはボンバーとか身を置いたりだとか、割とね防衛がね無人だといったところで、皆さんねぜひ、まあ下放される前ですけどこのデッキ使ってみてくださいということで、無事展開いけたので、とりあえずはね皆さん応援ありがとうございました。また頑張ります。ではおつめし、バイバイ、またねー。Like that, don't we do?